1月14日埼玉コピー。ここで軍曹杯と称される鉄拳5ダークリザレクションの大会が始まろうとしていた。第5回目を迎えた今回の参加チームは74チーム、ギャラリーを含めると400人を超す鉄拳プレイヤーが全国各地から集結していた。これだけの人数が集まるのには理由があった。鉄拳を語る上で切っても切り離すことができない鉄拳修羅の国韓国。今大会に出場するために国の威信を背負って、その韓国から5人の鉄拳プレイヤーが来日したからである。鉄拳5稼働から日韓の戦いには様々な因縁が存在する。事の起こりは2005年東撃05へと遡る。鉄拳5が初めて正式種目に加わった東撃05シングル戦、海外枠代表任、その戦いに海を越えて単身乗り込んできたのが韓国のスティーブ・ツカイ任。자신은별로없는데일단뭐질마음은별로없는예그런まあ自信はまだですけど負け気もありません。当時それほどマークされていなかった任だったが、大会ではアウェーのプレッシャーを見事に跳ねのけ、2回転ターンを駆使した戦法で日本人選手を圧倒。コンボを決めて勝ったのはニン。最後の握手です。握手をお願いします。そして決勝戦、はい、ラウンド4ファイト。1ラウンド目こそ落としたものの、その後は相手の癖を見抜き勝利する。攻撃王の称号が韓国に流出してしまうという日本のプレイヤーにとって屈辱的な結果となった。これが鉄拳5以降続く因縁の発端となる出来事である。そして月日は流れ、2006年、鉄拳5もダークリザレクションへ進化を遂げ、再び日韓が相まみえ、シングル戦から 3-on-3 へと変更となった東撃06。この年韓国代表になれなかった任はチームを率いて当日予選からの本戦参加を狙っていた。しかし当日予選1回戦敗退。韓国代表として来日したのがバランスチーム、リーディー、200ウォン、そしてクダンスというメンバーで構成されていた。レディーファイト。優勝を狙う韓国チームだったが、決勝トーナメント1回戦で桃の年頃チームポールスカイの先鋒 STR が立ちふさがる。さあ韓国チーム、早くも後がない。ここで止める、止めたい。まさかの3盾で初戦敗退。
チームノーリスペクトは安定した試合運びで優勝。攻撃ゼロシックスでは1年間打倒韓国を掲げ大会に臨んだ日本勢が奮起し、見事にリベンジを果たした。ところが直後に新たな因縁の火種が生じていた。その話を聞いたのは攻撃終了後だったんですけれど、プレイヤーの方から実はみんな集まって、攻撃終わった後に韓国勢とやったんですよ。大会後、都内のゲームセンターで行われた韓国代表クダンスとの文字合いで、日本のトッププレイヤーたちが軒並み惨敗するという事件が起こった。もう日本のトッププレイヤーが次々と、もう鉄拳を黒から竜王へどんどん落とされてた。その中で唯一前線してたのが竜さんだ、メンスト竜だったっていう話は聞いた。そこまでは聞いたんですけどね。ミシマスターとか僕がやる前にやってて、結構負けたりしてるの見てて、ほんまに強いんかこいつと思っとって、でいざやって、向こうの方がやっぱりちょっと力が上やからどうしても負けるんですよね。日本人であんだけすごい風神拳打てるやつもそんなにいてないと思いますし、最後らへんちょっと正味ビビりましたもんね。この出来事はメンスト流の闘志に火をつけた。そうです、正直闘撃でもうやめよう思っとったんですよ。ベスト4で負けて、いい終わり方できてれば納得もいっとったんかもしれないですけど、自分の中で、かなりフラストレーションたまるような内容で、クダンスに負けたっていうのも輪をかけて悔しくなって、もうワンチャンスあるなって。そして第4回軍曹杯終了後、スタッフルームで俺と2代目と鶴巻さんで話してて、彼が真剣な眼差しで自分に向かって、鶴さんお願いがあるんですよと、クダンスを呼んでほしい、椅子をどけて土下座してきたんですよね。でこのままじゃ、終わられへんみたいな感じの話をして、どこまでできるか分かりませんけれども頑張りましょうって、その代わりあなたも鉄拳を続けてくださいねっていう約束をして、その後に2代目メンストリュウでリュウさんがこいつに俺の後ろ姿を見せたいと。しかし韓国勢を呼ぶには大きな壁があった。今回韓国勢を呼ぶにあたって、投擲 の, 通訳をされている方を介しまして、準備をしていただいたんですけれども、クダンスも実は、12月の後半にも徴兵しなければいけないっていう話を聞きまして、韓国勢の方に何とかできないでしょうかということだったんですけど、お互いなかなか妥協点が見つからなかったところに、クダンスの方から徴兵を2月まで何とか頑張って伸ばしてみますと、もうぜひもう一度日本の地に来て結果を残したいと。2年間もう鉄拳のできないところに行ってしまいます。攻撃ゼロシックスで崩れ落ちた国の威信を再び築くため徴兵を伸ばしたクダンス。こういうバックボーンがあります。今回の、軍曹杯で韓国来て、これが、俺の最後やなっていうのはもう決めとったんですよ。クダンスともう一度勝負したいというメンスト流の執念。そして打倒韓国を目標にやり込んできた日本のプレイヤー、それぞれが思いを胸にまた歴史が一つ動き始めた。予選リーグ終了後、決勝トーナメントに進出した16チームによる抽選会が行われた。メンストリュー率いるジャパニーズファイナルウェポンとチームコリアはくしくも反対側のブロックに分かれる。
メンストリュー対九段戦を実現させるにはお互い決勝まで勝ち上がらなければならなかった。なるようになってんなと思いましたけどね。はい。決勝トーナメントのオープニングカードを飾ったのはチームコリア対逆境ナイト。この試合まずリードしたのは逆境ナイト。先方角野平八がギャラリーを味方につけエースリーリーを破る。続く中堅レインが角オリコンを退けきっちりとイーブンに持ち込む。そして副将200音のアンナがヒロ、山田、竹山を三立てで下しベスト8進出を決めた。続くベスト4をかけた熱き思いチームとの3回戦。先方レイン、次方リーリーがそれぞれ2人抜きを達成する。そういう使いとして名を馳せる浅野は見事な立ち回りでリーリー、エースを撃破し波に乗る。しかし200音が絶対的な強さを見せクランスを温存したままベスト4進出を決める。一方、メンストリューが率いるジャパニーズファイナルウェポンも1、2回戦ともに安定した戦いを見せる。2回戦は先方2代目メンストリューが5立ての快挙で余裕の準決勝進出を決める。ベスト4に勝ち残ったチームはいずれも優勝候補に挙げられていた4チーム。まず先に決勝進出をかけ試合に臨んだのはジャパニーズファイナルウェポン。渋谷ゴレンジャー次鋒慶応のスティーブがメンストリュー、マタドールと次々に投げ倒し一気に副将まで追い詰める。この重たい空気の中副将の泰造が粘りを見せ慶応中堅ユッキーを下す。しかし惜しくも副将ナオキングに敗れ大将キッシモン横跳びを引きずり出される。メンストリューを決勝へ連れていくという思いを胸に驚異的な集中力を見せナオキング、大将、タレとの戦いを制す。大逆転を見せたジャパニーズファイナルウェポン、韓国チームより一足早く決勝へと駒を進めた。そしてもう一つの決勝進出の枠をかけ試合に臨んだチームコリア。対するは東撃ゼロシックス優勝チームのメンバー率いるサヨナラクダンス。この試合先方に出てきたのはいつも大将を務めるユウ。
3人抜きを達成し、韓国チームを一気に追い込む。さあ、ヤクオ以上で登場。さあ、ピンチの時には必ずこの男が止めてくれます。この逆境をまるで楽しむかのように登場したのが200ウォン。なんと攻撃ゼロシックス優勝メンバーを含む4人を撃破する。続くノブが意地の勝利を挙げ、大将クダンスを引きずり出す。さあ、ノブ VS 世界最強と言われている男、クダンスと対立なしの大将戦。ノブのミスを見逃さず、クダンスが勝負を決め、チームクリアが決勝進出を果たした。ついに決勝まで上り詰めた両チーム。これ以上ない舞台となった軍曹杯決勝戦、その火蓋が今切って落とされる。機会があれば絶対メニューはクダンスやめるんで、皆さん盛り上がってやっていきましょうか。決勝戦、いよいよスタートです。拍手。先方のティッシュモン横跳びがチームコリア先方ビーディア、次方エース二人抜きに成功。あと2匹よ。なんと化粧でクダンス。さあ2代目メンストリューに対してクダンス登場。続く中堅はメンストリュー。ついに対決の時が来た。絶対に勝たなあかんっていうのじゃなくて、もうこれが最後クダンスとできるラスト1回やなっていう感じでやりましたけどね。まさか決勝でこの組み合わせが見ることができるとは思いませんでした。そしてまさかの副賞での登場でダンス。そして中堅は西野大周平君メンストリュー。そして韓国の世界最強のプレイヤKill! Two, three! Three, three! Two!
決勝戦という大舞台で見事クダンスにリベンジを果たしたメンストリー。やったぞー。これさあ200を見たくします。しかしその前に立ちふさがったのがチームコリア大将の200ウォン。負けられないプレッシャーの中、3人抜きを決め、兵役で今大会が最後となるクダンスを見事優勝へと導いた。鉄拳やってて、まあほんまに良かったなっていう感じの、熱い大会やったと思いますけど、本当にもうドラマチックだったし、思いが、まあ本当にそれを語ったらキリがないんですけれど、いろいろな人の思いが詰まりすぎちゃって言葉にならなかったですよね。さまざまな思いが詰まった軍曹杯は、感動と熱狂のドラマが生まれ、その幕を下ろした。しかしこれで終わったわけではない。夏にはまた闘撃07という大舞台が待ち構えている。まあ今度当然、まあ日本勢としては彼たちに勝たせたくないっていうのは当然あるとは思いますけれども、まあいい試合が見れたらいいんじゃないですかね。そこはすごい思います。マタドールとかタイゾーとか、あとまあ2代目とか、あとモンテの若いブリブリ丸とか、あの辺のチームとかがまあ気になるんで、応援にはもちろん行きます。そうですね、ちょっと嵐に行ったろか的なのはありますけどね。戦いは終わらない。新たなドラマはまだ始まったばかりなのである。